あもうこれだけでもだいぶ首のこりが全然楽になりますね。どんな感じでなんか、うん、なんかちょっと痛い感じもあったんですけど、さっきまで。なんかちょっと痛みも若干和らいだ感じが。てか楽っていうか、軽いですかね。かねあのね、はい。いい呼吸を、だ上質な呼吸をしながら、はい。体を緩める、力みを取ろうと意識すると、 はい、血行がまず良くなるのようんはいで固まってたところがこう血行が良くなってはいで呼吸によってその酸素が行き渡るじゃないですかはいでそれって本当にもう即効性あるんだよねうん本当に全然違いますもんさっきと <laughs> でね,いでね、はい、俺一時期気候も習ってたんですよはいあの合気道っていうのをやり始めた時に はい、呼吸力呼吸力とか気とかっていうのはこと言うんだけど「はい、気ってなんだよ」とかさ「うんはい、呼吸力ってなんだよ」ってでまあそれを質問さえさせてくれない雰囲気で普通ね。武 <laughs> 道 <laughs>、はい、の師範とかだとさ、はい、何も自分で考えろっていうかさ「はい、でもなこう稽古して口に分かってくんでみたいな話になるじゃん,や,んやっぱ。 うんそうですね <laughs> でも俺は具体的に知りたい方だから,、はい、だから気って何なんだろうなっていうふうに思い出したんで、はい、だ気候っていうのはあるけど気候って何だろうと思ったわけ、はい、で習い出したんですよ、はい、でも俺は疑問に思って知りたいことはすぐ習っちゃうって話したことあったと思うんですけど、はい、もうすぐだからちゃんとした専門家になった方が早いじゃん、はい、そうですねまあお金も時間もかかるけど実際その方がやっぱり手っ取り早いからさ うん、はいで気功をしばらくやってでそのもう気功に行くたんびにねもうその先生に質問攻めうん、はい、その先生はね結構ちゃんと答えてくれる人だったんではいでもう休み時間になったら喜んで先生の隣に座ってちょっと聞かせてもらっていいですかってその先生を答えてくれたらすんごい勉強になってさ、うんはい、でその東洋医学の考えで言うと 「はい、おけつ」「悪い血」という感じで「はい、おけつ」っていう言い方があるんですよ。はい、要するに不浄な血うんでその流れが止まってしまうとそこがこう痛くなったり凝ったりとか、はい、で東洋医学で言うとその要するに流れを良くするっていうのが治療なんだって。ね、はい、普通あの中国の公園なんかでおじいちゃんおばあちゃんがふにゃーってやってるような感じの気候あるじゃないですか。 はい、あれは柔らかいあの高難難気候っていうんですよはいで抗気候っていうのもあんのはいでそれもう先生に質問攻めしていってもうで結構あの君はやる気あるねって感じいろいろ教えてもらったんでうんはい気候士になるためのトレーニングの気候っていうのも教えてもらったのよ気候士のやつですかうん、はい、普通の人は自分の体をこうケアするための難気候 うんはい、医療機構とも呼んだそうです、はい、でも機構師って人いるじゃんそうですねその人は自分の気を最大限まで高めるっていう<ー>ものすごいしんどい機構があるのよしんどいんですねしんどいしんどい長時間できない <laughs> そうなんですかでもやるとねものすごい気力が湧いてくるへえ<ー>まあ超きつい筋トレだと思っていただければああはい で、そういう風にしても体の気をね、高めるとかっていう、ね、いろんなあるんですよ、気候もね。はい。いずれにしても、体の巡りを良くするっていうのは共通なわけ。うん。はいで。そういう観点も入れて、俺、ボイトレのレッスンに組み込んでるから。おおすごい。な凝りがどうとか、はい。そういうのにも効くんですよ。うん、はい。聞いたっしょ聞きました。本当に。しかも、即効性があるっていうね。即効性がいいよね。 はい。<laughs> じゃあ、もう落ち着いたと思うので、はい。また行きましょうか。さっきと同じこと。はい。で、気持ち、顎も緩めてください。顎も緩め。はい。ちょっと、あの、バカな人みたいな、こう、ダランとした口。あーはい。えー、呼吸を一生懸命吐こうとすると、どうしても口もこう、キュッてなりやすいんで、はい。そうではなく、歌声のあの、パワフルな感じの、ブー,ーンって行きたいから、はい。

同じ、えっと、もう少し続けますけど、はい、あの簡単腹式マスターの336なんかもそうなんだけど、はい、吸ってボーっていう感じよりも今は、はいわば吸ってこういう方がいいんだよね。ああはい。 っていうふうに出してるかなはい分かりましたじゃあってはい <noise> 出してあんまりこう力まなくていいですからね自然な流れではいでは吸って <noise> <noise> はい捨て 最後も一回吸って深く吸いましょう深く深く深くパフ <laughs> いいよいいよ楽にしてくださいはい気持ちがさはい真っ白になっていかないはい真っ白になりますなんか余計な邪念とかさはい そういうのがどんどんなくなってこうただただ純粋に呼吸していることだけに集中していかないそうですね、はい、そ,それは肉体的その西洋的な観点でも結婚が良くなるとかなんとか、はい、東洋的な観点で言うと全身の気の巡りが良くなる呼吸うんはいなんか自分の質がさこう汚れとかその汚れたものがどんどんこう取り去っていくぐらいちょっと大げさかもしれないけど、うん うんはい、でもちょっとそんな感じしないそうですねなんかもうふフっとなんかなりますねで面白いのは教室でその俺気候もだから習ったんで教えてたのよボイトレなのにはいはいでみんなでその気候とかわってやってるじゃんはいうまくいくとさはい妙に顔がんっ白くなるんだよへえそれ何なのかで気候の先生に聞いたら、はい、そのおけつ悪い血 はい、どん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 こう清められていってくとそういうふうになるんだってへえすごいですね、うん、で自分の,そのボイトレの,の教室を教えてやっぱりこううまくいった時ってすっごい真っ白になるのねうんはいで一方で「いや僕もう呼吸できますよ今すごい気持ちよくできましたよ」っていう人でも「はい、うーん君は体の方はあんまり作用してないかな」っていうのはそこでも分かったり。<laughs> はい 自分でうまくいったっていうつもりとさ、本当ってやっぱまた違ったりするんだよね。うん。はい、そういうのもやっぱね、こう、自分でうまくできたように思いたいっていうのも本当良くないよね。ああ。はい。結果焦って、もうすぐになんかね、できた感じを求めちゃうよりは、はい。っ真っ白感。うま、はい、くやろうとか、この前はうまくいったのにとか、そういうんじゃなくて、うん。だらだら純粋に、ー。 で大切なのははい体が気持ちいいっていう感覚はいすげえ俺今こんな呼吸できたみたいなそういうんじゃなく、うん、でも体の芯からはいあ今すごい気持ちよくできたなーっていう方を求めてほしいなと思いますね。はい分かりましたでそういうのをどん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 やっていくとはい呼吸の質が上がって土台ができてきます。 はい、そしてまあ今日はそろそろ終わりますが、はい、今日の応用でバフーの呼吸でハッハあの田んぼいも説明したじゃないですか、はいでまあ、実際こう少しね運動しながらとかっていうのも考えながらいろいろ練習してもらってはいはっはっううあううえあこの感覚小手先じゃない体の方から響く音っていう風にしてはい バフーの時も みたいになったらどうでしょうねおおきれい <laughs> ん音って感じですねうん,うんはんにゃんにゃ歌うんじゃなく <laughs> ちょっとすごい今 <laughs>、はい、悪意があってやってますけど <laughs> じゃなくナチュラルで呼吸の質を高めていって はい、バブーンって歌えるようになって、はい、まあ今のは俺の声ですけど君は君の体で君の唯一のもう世界に代わりがいない君だけのキャラクターっていう声になって今みたいにバブーンって楽々なのに、はい、上質な音っていうふうになっていったらどうでしょうか最高にいいですね <laughs> で今日お伝えしたことをね、はい、しっかりやっていってもらえれば。 はい、あと ESM も今やってるじゃないですか。はいね、具体的にああいういろんな練習法とかっていうのからさらにまたこう今度伝えていくハイグレードのやつ、はい、あれなんかでももっともっとこうもっと1曲20分とかっていう感じでこうしっかりあの練習できる方法っていうのもお伝えしていくわけですから、はいろいろこう自分の中でねこうどんどんどんど繰り返して高めていっていただきたいなというふうに思います。はい えー、10分超えてるんでまた一旦区切らせてください。はい。